はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。サーカー使った無課金攻略、今回はねお知らせに来てますね。リュウタのね超アップやっていきましょう。なんとかね1日で9000ワイポイント稼ぎましたが、ということで20連ですね。ただねこのリュータはいいよね。大量消しと溜まった状態スタートなんでね、特攻なし攻略で使いたいね。ニョロロンだ、ニョロロンってこういうの多いんだよね。オロチシュウがそんな感じだからね。はい、とでデカプに降ってくるもあるんで、これもね侮れないっていうかね。はい、これは技ゲージ吸収とかね、はい、フィーバーゲージ吸収対策というかねになるんで、このリュータは欲しいなっていうね。しかもスキル2が今回ねゲットしやすそうなので、無課金でもね、はい、なんでやっぱいいですね。UZ は強いな。流線2に当たり与えるダメージアップダウンということで、はい、木金土と3日間ガシャになってますね。で UZ の超アップは 1% ということで、はい、やっていきましょう。木金銅までやったらどうするんですかね。また復刻になるのか、ウォッチ復刻とかまたあんだろうな、きっとな。ウォッチ復刻って言ってもなんか20連目ぐらいからのやつで、今回ね竜の試練があるんで、竜の試練って竜の志願書か、あれでねドラゴンウォッチ久々に使ったというか、はい、なのでまあ20連目からなんか時計の書もらえるようなウォッチの復刻が今後あるんじゃないかなっていう感じですけどね。うん、まあそれはちょっと後でいいか。はい、じゃとりあえずガシャ回していきましょう。特大特攻はまだ来てぬだね。はい、ジグマジョソラミいるんすかね。私全然スルーしちゃってるけど、まあ行きましょうや。バカズキンチャンス、ちょっと運落として行きましょうか。いいね、忘れん坊チャンスだ。最悪の E ランク。まあでも前回ねこれでマイキーさん引っかかったんで、幸運の予感ですが来ちゃったが、これね私大体すり抜けですね。さあ行きましょう。まあ今回初の虹なので絶対止まります。ポン。さあすり抜けないでくれよ、すり抜けないでくれってあっという間にすり抜けましたね。はい、なんでねなんか確率はね一応高いんですけどね。ただ弁慶いいんじゃないですかね。はい、弁慶ゲット豪傑ですね。大体すり抜けるんだよな。まあでもね私前回とにかくついてたのでガシャがね、なので今回はもうしょうがないと思ってますよ。もう前回もうバカつきだったんで。さあもう一回いきましょう。レベル上げもやりたいんだけどな今回な。マイキーさんたちのレベル上げね。ああまあまあまあしょうがないか。金くれ金。さあ金が1個しかありません。いやだいたいすり抜けんだよな。おダークニャン、お Z は出るね。赤はそっか、赤は Z 以下か。それもやめてほしいな、ふぶきちゃん。さあ金止まれよ、せーのドン。はい、というわけで弁慶だけでございました。ただね私ねこの弁慶ちょっと嬉しいです。というのも弁慶はね特攻ですしね。今必殺の秘伝書めっちゃ溜まってんな、さすが。だって武道会これね、ね先月もあったからね、めっちゃすごいね。今ねレベル上げやってて、イザナが終わりましたね。レベル80までやって、今回ねイザナ活躍してくれたんでね、あの竜の試練でね、はい、よかったです。今あとマイキーさんがねレベル80までいってて、ちょっとワイポイントないんであれなんですけど、90までねやれればと思ってますね。いい感じですね。さあ弁慶さんエルドラゴーンのねダメージアップダウンなんで、
はい、これでエルドラゴーンで周回まあできるっちゃできるんでね、まあちょっとエルドラゴーンの周回はぶっちゃけ嫌なんですが、はい、まあこうやって ZZ はね、超アップの時じゃなくても増えてくるんで、はい、エルドラゴーンの方か、私あっちの方が良かったな。今回まあちょっとね横取りもされたら嫌なんですけど、あのやっぱ彼が強いじゃないですか、あの豪傑の Z 君、雷電流、雷電流が強いので、雷電流ね、いい機会だからね、デカプに4つ作るの Z ランクでさ、てかつね、溜まった状態スタート、あ、そっか、スキル2は、まあ、ゲットできてなくても溜まった状態スタートのデカプに4つってほらあれと一緒じゃん、誰だっけ、あの不気味のあの女の子あのすぐ出てこいやって、マリンだ、マリン、マリン、ZZ マリンと一緒なので、かなりねこの雷電流強キャラなので、もうぜひねやりたいんですけど、だから雷電流の方の特攻が弁慶じゃない方なんだな、だからな、雷電流めちゃめちゃいいのでね、そうだからエルドラゴーンの方が欲しいんだな。うん、なんでエルドラゴーンねゲットされた方はぜひね雷電流ね貫突するまで頑張った方がいいんじゃないかなっていうね、そんな感じですね。なんでエルドラゴーンの超アップの時ほんとねたくさん回そうか迷ったんだよな、未だに Z のみ攻略とかあるので、はい、なんでぜひねエルドラゴーンゲットした方がいいんじゃないかなと思いますし、最終まあラストチャンスでエルドラゴンゲットしてもねあんまり周回できないと思うので、まあね雷電流持ってない人いたらね、はい、ぜひゲットだけでもしとくと Z のみ攻略の時にめちゃめちゃ役に立つので、はい、ぜひねエルドラゴンゲットしたらコウドリしてもいいんじゃないかなと思っておりますね。今回熟魔女空見ね追加されててゲットされた方いらっしゃるんですかね、私も今ポイントが足りないの多分無理なんですけどね、しかもエルドラゴンさっきごめんねさっき言ったけど結構強いんだよね、溜まった状態スタートでデカプに消すと自分の技ゲージ溜まるだから、うん、必殺技も全消しで一体攻撃ボーナス玉なんで悪くないんですよねエルドラゴン、なんでねぜひねエルドラゴンおすすめですね、今回一番欲しいキャラかもしれないですね、だって雷電流本当にいいキャラなんで、うん、であとね今回リュウタが UZ なんでゲットできなくても今後スペシャルコイン UZ とか出てきた時にゲットする確率って結構あるので、まあその時のためにね宝箱の攻略かこれだけでもね、やっといた方がいいと思います。このスキル2はね、今まで1回も、まあ、コラボの時は Y ポイント効果あったんですけど、うん、基本的にはスキル2今後手に入らないですし、まあ、とはいえね、やっぱりスペシャルコイン的なものがあって、そう、私こういうリュータとか後でゲットしてて技レベルも1しかないんですけど、そうでこういうのがね多分スペシャルコイン UZ とかには必ずこのシリーズイベントものはね入ってくるので、まあその時にねゲットした時にスキル2ねぶっ込めるように、はい、ぜひねまあそんなスキル2の書はね私いっぱい持ってるんですけど、はい、いつかねこいつらもまあニャーサーとかもう二度と見たくはないけどね、うん、妖怪三国志はいいかな、はい、なんでこのね隊長とか待ってるんだけどねなかなかゲットできないんだよね、はい、そんな感じなんで、まあ、ぜひね横取りイベント今回横取りそんなに難しそうじゃないので、はい、ぜひねゲットしてみてゲットしとくと後々ねそうこんなあれなんとか選べるとかねゲットしないで済むのかなと思います。あと熟魔女空見みんなどうしたのかな、私あれがないからポイント交換ポイントがないんでねちょっとゲットできないんですけどね、熟魔女空見よりも必殺の秘伝書を優先してたんですけど
まあ、ここまでね武道会が毎月あるとね必殺の秘伝書も不足しなくなるので、なんかそろそろこっち交換の方にはねこのポイントを貯めてもいいのかなと思ってますね。塾魔女空見みんなゲットしたのかな。はい、これがねそろそろ UZ に切り替わってほしいなっていう思いはあるんですけど、うん、ちょっとねゲットした方が良かったら、よろしかったらねコメントなどで教えてください。スキルがねあんまりねこういう系なんかね高くないんだよね。なのであの誰だっけ、あそうだ、国宝影政とかもさ、なんかこのスキルがさダメージ無効化いいんだけどさ 1% しかないんだよね。なのでなんかジグマジョソラミもちょっとなんかいまいちかなっていう感じは感じておりますかね。 1% じゃな。はい、じゃあすいません、どうなんだろう、誰かの見ようかな。はい、またお会いしましょう、さよなら。やっぱりすり抜けだったな。